はいどうも、ルーでーす。エピックセブン、やっていきたいと思います。はい。ディジーガチャ、見事に外れまして、絶望に打ちひしがれてるところでございます。はい。ちょっとまだね、ギルド所属させてはもらってるんですけど、まだギルド戦とかはね、やっていない状態でございます。で、今、セブンナイツのフレンドである方からね、まずは初心者クエストやった方がいいよ、ということで、初心者クエストを進めております。討伐5回。いけるかな？ちょっと待って。結構ね、頑張って星2のね、やつ育ててるんですよ、こうやって。探索行かせたり、パーティー出て、レベル上げたりとか、頑張ってます。まあ、ここら辺はね、デスティニーチャイルドで慣れてるってね。てか、デスチャーよりも、かなり楽に育てられるんで、まあ、すごい楽だなぁとは思ってますけどね。もし何のことかわからない方いらっしゃいましたらね、もしよかったらね、デスティニーチャイルド、検索してみてください。僕はもうやめちゃったんですけどね。とにかくね、キャラが多くてね、育成が大変なんですよ。デスティニーチャイルド。でもね、やっぱり育成が好きな人にはかなり向いてるゲームだと思いますね。マックス。だいぶ、星2のレアリティマックス育てたな。こうなってくると星3を次は育てないといけないな。やっぱりソルとかも星6にしたいからね。いやー、DG 欲しいなー、DG。やっぱりギルディギアやってた身としてはね、やっぱりそこら辺は欲しいですよね。まだいるね。あと3体ぐらいいる。周回してると星2のキャラめっちゃ手に入るからね。育成冥利につきますよ。次は星3でレベルマッ
ックスは、まあ、ここら辺しかいないか。まあ、ちょっとわかんねえんだよな、ここら辺の強さが。やりアップしちゃいますか。まあどっちにしろね、使う可能性あるんでね。あげといて損はない。もういないかな。もういないね。あとはもう本当月影キャラとかも育てていきたいんでね。で、今、あと、これで終わりだよね。この飛翔の道で。討伐やっていいっすか？討伐5回やっていいっすか？なんかやっぱり周回向けは全体攻撃持ちだっていうのは言いますよね。俺あんまり全体攻撃持ち持ってないんだよね。あんまりっていうか、むしろほとんど持ってないね。禁欲のワイバーン、レベル48。まあ、俺は50なんでね。負けるわけにはいかない。強っ。あれって自分に使う意味あんのかね？ 俺にはよくわかんないんだけど。巨竜のブーツ。再挑戦。まあ、とりあえず、まあ、教えてもらった通り、初心者クエストクリアして、星 6？
が手に入るのかな。まあ、それをちょっと手に入れて、まあ、自分の育成したいキャラを、まあ、その後進めていけるようにね、まあ、したいなと思ってます。今、ここにいるメンバー全員で、星5なんで、まずちょっと、やっぱり、モンモラリーとクルリを星6にしたいなーっていうところですかね。やっぱ汎用性高いやつが、レベル高い方が、レベルっていうか強い方が、戦い楽ですからね。痛い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 。回復して回復。オッケーオッケー。さあ、根力貯めて、必殺技使いましょう。痛い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 。まあ、やっぱディーラーだけあって強いね。まだあんまちょっと陣形のことも分かってないんだけどね。アーチャーって後ろの方がいいのかな。でもヒットポイントはセクレットの方が低いんだよな。そう考えるとそのままの方がいい気もするけどね。ここで根力使っちゃうのもったいない気がするな。すごいな。ものすごいド S ですね。降伏させてなおかつ服従せよと。これもいいダメージ出すんだけどね。あんまダメージ当たってないんだよね。5分の1ぐらいしか当たってない。咲き誇れ。
ありがとうございます。体力6もらいました。まだやんなきゃダメ？これ終わったね。次が鍛冶工房で装備を10回なんかだんだん面倒くさくなってきたな。ミニキの英雄を星6にレベルアップする。レアリティアップする。マジかよ。初心者ミッションってこんな大変なの？初心者じゃねえじゃん。鍛冶工房で、作る。まあ、これはいっぱい持ってるから、これ作ろっか。レベルも高いし。あとはまあ、厳選だよね。なんか速度セットしか出ないんだけど。そういうもんなのこれ。回心セット。あ、いいね。生命力 5%109。 命中セット。このさ、第3のオプションがやっぱり重要だよね。あ、レアか。エピックとかレジェンドとかがいいんだけどね。ありがとうございます。これいいんだ。リンクミッションで、3人仲間にもうすでにしてるから、OK ってこと。ありがたい。新たにやんなきゃいけないのかと思った。よし、じゃあ、ちょっと真相行こうか。まぁ、ちょっと長くなっちゃうな。まぁ、こんな感じで、まぁ、進めているっていうところと、最後にガチャ引きたいけど、あ、これめっちゃ手に入んない、いつも。まあいいや、ガチャ引きたいけど、ショップ、天空石、違う、一般、これか。いやー、600しかねえかな。まあ、いっか、買いましょう。ちょっとね、まあ、正直言って、やっぱりギルティギラギア好き、まあこれは、まあ、上の限定に関しては、あ、これも、ギルティギアか。どっちの方が強いんだ。ミスコンフィール。ネクロとウィンディーネ。いやー、ちょっともう、すいません。俺の世代だとディズニーなんだけど、ちょっとこのエルフェルト狙っていきたいと思います。バイケン終わっちゃったんだね。まあ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 いいです。ちょっと役落としに、こっち行きます。神秘メダル。まあなんもなしですね。
一応英雄です。ムカチャ。ヤムチャですね、ヤムチャ。じゃあ、NFL といきまーす。9回引けますね、9回。NFL との出現率は、どれだっけ？これか。一発。出る確率あるよ。あるよ。あるよ。ほっ。あれ？同じ？恐ろしいね。キャラすら出ず、異物ばかり。エクスキューショナー。これクラスチェンジあるんだよね。知らなかったんだよね最初。マジで全く演出も出ずなんだけど、飯馬状態なんですが、あれなくなっちゃったよ。マジか、飯馬ですわ。ん？あ、もういっぱいってこと？マジか。いやー悔しいなー。ちょ、また頑張るしかないな。まあちょっとまたギルティギアイベントをね、進めながら頑張っていきたいと思います。ここで、ポイント集めてね、ソルをガンガンゲットしていきたいと思います。立ち止まってる時間はない。選択の要塞。これね、OK です。というわけでね、Epic 7の進行状況でございました。ランクは44なんで、そんな高くないんですけど、まあこれからもちょっと頑張っていきたいと思います。まずは、初心者ミッション、こちらの方を、クリア目指してやっていきたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。もしよければチャンネル登録、グッドボタンお願いいたします。お疲れ様でした。そうなのになんでできないんだろうね。俺はいるけどマウントとやめろ。なんで俺はいるけど必要ないだろう。決まって彼女いそうだけどね、いそうだけどなんでいないだろうね。そこまでわかる。俺はいるけど。イコちゃんのモノマネしてノッチンさんのモノマネしての意味がわかんないです。あんまちょっと他の配信者さんに迷惑かけるようなことはやめましょう。アルケミストと沖縄様スライム代用ないですかね。同じぐらいの性能で。まああそこまでは、さっきも聞かれたけど、ベンガルクーンまではそこまで変わりません。ベンガルクーンまではそこまで変わらないですけど、ベンガルクーンの次となるとだいぶイオの火力が上がりますね。ベンガルクーンの下、沖縄様スライムもアルケミストもない場合、イオはゾーマ踊る宝石、ブリザードマンだな、ブリザ違うな、一つ目ピエロか、一つ目ピエロですね。あ、一つ目ピエロとかブリザードマンとか、まあその辺よ、その辺入れ、うん、その辺入れとけば、まあ火力は保てるみたいな、ある程度ね。真珠集めならヘルバトラー一択です。コスプレすぎらしいですね。左はブサイ、最後どこじゃねえわ。デザートゴーストなんだろう、取った方がいい、デザートゴーストどこいるか。
竜王はまあさらに火力下がりますよね。もちろん強いですよ。もちろん強いですし MP 回復もあるから優秀なんですけど、一つ目よりもさらに火力は下がりますよね。なんか時間落ち最近確率上がってない。昨日台所でジローニンニクみじん切りやったらオートで踊る。ジローニンニクみじん切りやっとるやないかい。羨ましい。そっちしかも考えない。キンファイさんスパチャありがとうございます。トヨさん今日スパチャ2回目です。少ないですか。おいしい。キンファイさん大丈夫ですよ。分かってます。だいぶ前からいらっしゃるじゃないですか。全然覚えてますんで無理してスパチャしないでください。本当大丈夫ですから、ありがとうございます。2回目拍手してます。エドモンとホンダのモノマネするのやめしてねえわ。どこ行ってねえわ。行ってねえわ。思ったよりいけなかったな。もっといけると思ったんだけど、もっといけなかった。悔しいな。ガチで大勢さんが今日の昼時点でもうレベル5。やば。俺も3時間しか寝てないんだが、なんでそこまでレベリングのスピードの差がつくのかわからん。今日の手持ちの配信まで明治の超真空ヤシャコの真空ゲルの2番でした。でも配信見て真似させていただきました。ありがとうございます。ドグサレさんすごい。真似しようと思ってできるのがすごい。なんで寝てないのレベリングしてたからや。あ、決めたくない。ありがとうございます。待てよポチャさん。スパチャ呼んでないですけど、ありがとうございます。呼んでないけどありがとうございます。ポチャの合格ありがとうございます。励みになります。チャンネルに使わせていただきます。いつもありがとうございます。本当にジローニンニクツッコミ聞いて鬼滅の刃を読んでいる嫁が受けてます。そう、俺も鬼滅買いたいんだよ。鬼滅を買いたいんだけどさ、売ってないんだね。うちの近くいろいろ回ったけど6巻、鬼滅の刃6巻しか置いてないんだね。6巻って何があった、なぜ6巻だけ